松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。夏のゴルデサイちゃん、ガチャ。ちょっと聞いてよ。というわけで、ちょっと聞いてよ。514キロか。前走有馬記念2着。やっぱり中山の直線の短さは追い込み不向きです。いい感じだね。514キロが今ベスト体重だったっけ。まあまあかな。はい、何です。そういえばさ、状態が良くない。体重はバッチリだね。まあまあかな。いい仕上がりだね。平均状態落としてるな。いい感じだね。あ、そんなことないか。はい、何です。もう一周だけ。レースに出すとそれだけ調整できないですからね。やったね。ねえねえ、体重はバッチリだね。人参か。お、嬉しいか。WBC。よしよし。前に普通にレース。体でもいいからレースに出して。はい、何です？ベスト馬体重であることを確認した上で、WBC ターフ。登録ですね。誰がいいんだろう。ノリが出たんでノリに任せましょう。24分もあるのか。ということで結果どうなるんでしょうか。また後で。楽しみだね。さあ結果出ました。比較して、楽しみだね。
なんとかここで勝ってほしいね。2番人気、1番人気はカムチャッカーファイヤーで、あと20丸がない。カムチャッカーファイヤー20丸独占、ダンビリスパスポートが20丸1つ。追い込みってこともあって、でも3人とも他のキャラクターもみんな追い込みなんですよね。同客室と戦いになります。なので条件は一緒、それが WBC ターフ。ファーイースト競馬場 WBC ターフです。今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。最強馬の称号、スタートが良くなかった。ワールドブリーダーズカップターフ、まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。エクラールが上がってまいりました。それからイボンベイ、そしてそのうちにルソー、モチベーター、そして5番手にジェネラス。この辺りちょっと離れているストーミングホーム、オーソライズド、内を通ってカステナンゴ、そしてその後ろからエアドクター、外を通りまして5番カタノバニアリー、ランビリスパスポートがこれを見るようにしていっています。そして1番人気のカムチャッカファイヤー、なかなかいい感じ。さあ本当同じ位置にいますね。両方と発表されております。順位が入れ替わっておりまして、先頭はイボンベイであります。ちょっと離されましてルソー、外を通って7番エクラール、追い込みの精足力が求められますか。6番モチベーターであります。10番金色の馬体、タイムが早いぐらいかな。ストーミングホーム、それからもう1頭ミドルペースでいっていいでしょう。8番カステナンゴ、エアドクター、その外にカタノバニアリー、それからもう一頭11番ランビリスパスポート、12番カムチャッカファイヤー、しんがりからレースをしています。さあ、いよいよ直線だ。先頭の方はどうなっているか。これが先頭イボンベイであります。それから離されましてルソー、その外からは7番エクラール、そして4番手に6番モチベーターであります。その後ろ3馬身くらいあって、10番ジェネラス。ちょっとカタノバニアリーは進み遅れてるか。駒を進めるのはどの馬か。カムチャッカファイヤーはまだ後方、ようやく追い込み体勢。イボンベイ先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。外から懸命にルソー、ムチが飛んだ。ルメールとカムチャッカファイヤー、しかし中を割ってきている。伸びは一番いいぞ。カタノバニアリーも差を詰めてきている。最後はやっぱりこの2頭か。カタノバニアリー、カタノバニアリーやりました。カタノバニアリー、ワールドブリーダーズカップ初制覇、獲得賞金は5000枚突破。やりましたね。強力な2頭20丸もなしでしたが、やったね、勝つことができました。1着5番、2着12番、伸びがいい、勝ちましたね。これは強い、嬉しい。内容結果とも伴う好勝利でした。三段ケーキもいただきました。はい、何です？ということで、再度放牧体制ということになります。ねえねえ、ということで見事 WBC ターフ勝利することができました。3月を1周ということで、次から春競馬ですね。菊花賞は取ってますが、春の天皇賞はどうかな。美容院距離長いかも。2400あたりが適度なレースである、あるのかなと思います。
レーシングプログラム見ても、まあ、ドバイっていう手はありますが、ドバイまでは体重戻しきれないので、ハルテンとかかな。はい、考えて走りたいと思います。よしけがチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。